次に見てほしいのはこちらなんですけども、ちょっと見てみてください。蘇生しに来てるんですけども、救急隊員が。見てください、これ。ステルス迷彩ですよ。わかりました、今。ここ。ちょっと見にくいんですけど、あ、ちょっと見えない。はい。別の場所で検証してみたいと思います。今、救急車が来ました。出た。出ました、ステルス。ここ、ちょっと今見えづらいですよね。ここにいるんですよ。このステルス迷彩が。治療してますね。あ、見えます？今、ここにいます。ここ、あ、どこに行くんだ、どこに行く、あ、見えない、見えない。ここに立ってますね。微妙に、おーっと、行った、行った。で、後ろに乗ると、あれ、どこ行った、あー、見えない。いやー、多分ね、こういうプログラムなんでしょうね。はい、次にですね、まあ、ここもプログラムのミスだと思うんですけども、まあ、こう、地面にですね、この葉っぱというか、落ちてるわけですね、枯れ葉みたいのが。で、こう多分テクスチャーが上にペタって貼り付けてあるだけだと思うんですけど、そのせいですね、こういう段差がある階段とかでもですね、見てもらうとわかるんですけど、こんな感じで浮いてしまっているんですよね、この浮いている葉っぱみたいなものも。やばいですよね、これはちょっといただけないかなという感じで、これもちょっと早急に直してほしいなと思います。はい。次にですね、まあ、バグってほどではないのかもしれないですけど、多分プログラムミスなのかわからないですけど、この各地点にこの黄色い柵みたいなガードレールがあるんですけど、これが大体こんな感じでわかりますかね？わかりますか？これ。大体なんかちょっとずれてるんですよ、ワンテンポ。ワンテンポというか、1スペースぐらい。大体この柵の右側に行こうとするとぶつかります。物理的にここにあるっていう認識になってると思うんですよね、プログラム的に。こんな感じです。大体どこもそうですね。これちょっと致命的ですね。多分全部のプログラムがそうなってると思うんですよ。こんな感じなんですよね。ないところにぶつかると弾かれるみたいな。まあ、これもそうなんですけど、こんな感じです。なんかね、ちょっとずれてるんでしょうね、プログラムが。これもアップデートでちょっと直してもらいたいですよね。ここになんかやっぱありますね、こんな感じで。はい、次にですね、ここですね、この橋の下なんですけども、これなんだと思います？これ、多分道路があって、なんかここ何なんですかね、この謎の段差っていうんですか、これ足めり込んでるの分かります？車もここに来て U ターンして帰ってくんですけど、必ず。よく見ると、これ、車もね、なんかもうみんなめり込みまくって、すごいことになってるんですよ、これ。わかりますかね？みんなめり込んでしまってますよね。多分、何なんですかね？これ、道路の上になんか一枚乗っかってしまっている感じですよね。ここまではこう、ちゃんと歩くんですけども、ここからが多分、謎の、なんていうんですかね、平べったいブロックのようなものが、ここに引かれてしまっているので、敷かれているのでね。こんな感じでもう埋め込まれちゃってます、車体が。足もね、ちょうど入ってますし、なんか事故ってますけど。いやー、ほんとこういうのもね、ちょっと直してほしいですよね。ちなみにこれはですね、これ登っていくとですね、こっちに行って、果たしてこの先に行こうとするとどうなるのかというと、まあ見ててください。行きますよ、もう。うーんと。